練習のライオンズ萌えろカーシャスタジアム。どうもジェーンとジェーンのカーシャだよ。今日も始まるよ。さあ今回も先週のライオンズということで、毎週月曜日に西武ライオンズファンのカーシャがファン目線でこうだ選手を語るという、それだけの動画でございます。ただの自己満だよ。まあ、自己満だけじゃなくてね、西武ファンの方々と感情を共有したいというね、そういう動画になっておりますので、皆さん楽しんでてよ。さあ先週はですね、千葉ロッテマリーンズとの6連戦だったんですけども、まあ1試合ですね、甲府でノーゲームになってしまったんで、5戦あったんですけども、戦績が3勝2敗勝ち越しレオホーやったよー。ねえ、オリックス戦は巻き越してしまいましたけど、勝ち越しということで、しかも2位のロッテに勝ち越し、そして現在3位の西武ライオンズなんですが、2位ロッテに 0.5 ゲーム差。もうちょっとだよ。もうロッテの背中すぐそこまであるよ。追いつくよ。さあということで試合振り返っていきますと、まあちょっとですね、先発ピッチャーが結構打たれてしまったかなという印象ありますね。もっと先発の方が頑張っていただければ、もっと楽な試合展開できたかなと思うんですけども、そんな中でも先発ピッチャーとやっぱり今井投手ね、今季初勝利という素晴らしいピッチングでしたよ。やっぱ今井投手はですね、あれが素晴らしいピッチングではないんですよ。あれが本来の投球なんだよ。そうなのよ、今井投手。この動画見てるとは思わないけども、あれが本来の今井投手なんですよ。なので、ね、自信持って今後もピッチングしてもらいたいと思います。中継ぎ陣も素晴らしいピッチングをしていたんですけども、まあピッチャー野手含みまして、先週の MVP は、まあ、今井投手ではなく、やはり栗山選手じゃないでしょうか。栗山選手だよ。素晴らしかったよ。もうね、ベテラン、大ベテランの域に達してますよ。同い年のね、中村選手がちょっと怪我をしてしまって、二軍抹消するまではいかないんですけども、なかなか試合に出れない日々が続く中、栗山選手、頑張ってますよ。まずは4月10日の金曜日の試合、同点のツーランホームラン、さらに決定点となる押し出しのフォアボールを選ぶ。素晴らしいよ。まあ、ホームランのような派手なプレーから一見地味に見える押し出しのフォアボールを選ぶという素晴らしい仕事だよ。やっぱ栗山選手はないと、まあ、西武はね、勝っていけないんですよ。そして2000本安打も近いですし、なんかもうそのね、他のファンとかね、野球の人がね、いや栗山選手がね、どんどん衰えてきても、まあ、どうせ試合続けて出して、ね、無理やりでも2000本安打達成するんでしょみたいな声も聞こえましたけど、泣いてんだよ。栗山選手はさらに成績伸ばして今年2000本安打達成するよ。これは間違いないですよ。なんだここ最近一番状態がいいですね。なので栗山選手、こっから期待したいと思います。そしてちょっと言い忘れましたけど、4月12日のロッテ戦でも先制のツーベース、そして中押しのホームラン、これね、皆さんご存知ですけども、エピソードでね、与田投手がね、開幕から勝ててないんですよ。その与田投手に試合前にね、栗山選手がもう先制打も取るし中押しの点も取るよって言ったんですよ。それを有言実行だよ。すごいんだから、有言実行ってなかなかできないですよ。カーシャなんかもそのなんかこれやるよって言ったら、なんか恐怖で何もできないものがあるから不言だし、それで結果を残せないから不言不実行ですよ。悲しいよ。不言不実行って逆栗山ですよ。逆振り回ってなんだよ。いや、それすごい素晴らしいじゃないの。先生にとって中押し取るよっていうね、栗山選手。そしてね、与田投手がね、悔しいんですけど、5回途中でマウンドを降りて勝ち投手の権利を得らずにね、降りてしまって悔しくてベンチで泣いてるんですよ。その時も栗山選手は肩をポンポンとね、やる慰める仕草、素晴らしいよ。男が惚れる男、女の人ももちろん惚れてますけど、男が惚れる男、栗山選手、今後もライオンズ引っ張っててください。頼むよ。そして他の選手は栗山選手についてってよ。さあそれでは今週のライオンズ参りましょうか。今週は東空楽天ゴールデンイーグルス戦ということで、負けらんないよ。これは負けらんないですよね。西武出身の選手が結構多くいる楽天、燃えるよ。そして首位楽天、燃えるよ。燃えて燃えて
燃えるよ。ここの6連戦で叩けば一気に首位まで見えるというこの6連戦でございますが、浅村選手が調子がいいよ。涌井投手も素晴らしい、牧田投手も素晴らしい、全部元西武の選手だよ。悔しいけども、でもそんな選手たちをマークしてぜひ勝ちましょう。その中で感謝が楽天戦にキーマンに選ぶ選手は鈴木翔平選手。鈴木翔平選手はもう見てて楽しい選手ですよね。ロッテ戦の途中から1番に抜擢されて、なんとプロ初本塁打もしましたし、マルチも複数試合記録しております。まさに西武の秋山選手の後釜、新しい1番バッターになるんじゃないかというところで、この楽天6連戦でね、その位置をしっかりと築き上げてもらいたいと思います。ただちょっとここでね、まあ、辻監督に注文というか、まあ、届かないでしょうけども、まあ、楽天戦もしね、もし、まあ、打てるでしょうけど、まあ、あの鈴木選手がねあんまり打てなかったとしても、しばらくは1番で使ってもらいたいよ。これはもうね、球場に行ってね、言うよ、辻監督、鈴木翔平選手を1番使ってよって言いに来たぐらい、それぐらい鈴木翔平選手もね、もうシーズンフルで1番に使ってほしいぐらい、そんぐらいのカーシャね、大好きな選手なんで、大好きだし期待もかかる選手です。西武戦の中継見たところ、解説の方がみんなね、鈴木翔平選手は素晴らしい選手だと言ってますんで、期待ですよ。なのでこの楽天戦、どれくらいヒットを重ねるか、どれくらい出塁するのか、そしてどれくらい盗塁するのか期待かけております。そしてピッチャーの方の期待の選手は平良選手ね、なんとここまで防御率0点、そして素晴らしいことに1本もヒット打たれておりません。素晴らしいよ、素晴らしいですね。勝ちパターンの投手なので、この楽天戦でもしっかりと抑えて、その記録を続けていってもらいたいと思います。そしてこの鈴木翔平選手、平選手、なんと2人とも新人王の資格ありということなんで、この2人に同じチームから新人王争いしてもらいたいと思います。なので今回の楽天戦のキーマンは鈴木翔平選手と平選手でございました。さあ、そうね、楽天戦も楽しみでございます。仙台でアウェーの試合ですけども、ライオンズ必ず勝ってくれると思います。去年はですね、楽天に負け越してしまったんですけども、ずっと楽天戦は得意でしたから、今年も大丈夫なはずだよ。さあ、それでは最後に川下といえば選手のミニ情報でございますので、今週も西武ライオンズの選手のミニ情報いってくよ。まずは今井投手の情報いってくよ。今井投手、開幕延期でご自宅でハマってることは何かありましたかっていう質問に、スキンケアって答えてました。いや、お肌綺麗にしてるのかよ、お肌綺麗にしてるのかよ。確かにお肌綺麗になってたよ。肌綺麗になって感謝、羨ましいよ。誰が肌荒れてるだよ。さあ、もう一人行きましょう。高橋光成選手の情報も言ってくよ。高橋光成選手、開幕演技中のおうち時間でハマってたことは何ですかって質問に、英会話の勉強って言ってました。勉強してんのかよ。え、英語の勉強してんのかよ。聞くとこによると1日3時間ぐらい勉強してたらしいです。いや、相当してるよ、相当勉強してるよね。英語上手くなってどうすんの。まさかメジャー行く気なのかよ。メジャー行く、行っちゃうのは困るよ。でも、まあ、それぐらい活躍してくれたら嬉しいよ。さあ、それでは今日は終わりだよ。皆さん、チャンネル登録と高評価お願いしますよ。楽天には絶対勝つぞ。チャンネル登録お願いだよ。 Twitter と Instagram のフォローもだよ。